はい、貢献チャンネルをご覧いただきありがとうございます。貢献の井上です。今日はエバテックのこちらですね、ハイブリッドバーエンドスライダー、バーエンドですね、こちらの取り付けの紹介を行っていきたいと思います。今日は、CT125 に取り付けるのを参考に紹介したいと思います。製品ですけれども、スライダーのトップ部分、スライダーのベース部分、樹脂パーツで黒と白、アルミのパーツは、アルマイト仕上げで17色ですね。組み合わせをお好みで購入できるようになっておりますので、自分好みの組み合わせでぜひ購入してみてください。それでは早速取り付けを行っていきます。今回はスライダーベースがシルバーですね。で、スライダートップがブラック、このシルバーブラックの組み合わせで取り付けを行っていきます。で、こちらはですね、お好みの色で組み合わせで別々に購入いただいて、でさらに今回 CT125 に取り付けを行うんですけれども、別売りでまたこちらも組み合わせ品になるんですけれども、これ片側分ですね、ホンダ用の取り付けボルトカラーセット、これが別途必要になりますので、 CT125 のお客様はこちらのホンダの取り付けカラーセット、こちらも合わせてご購入をお願いします。それでは早速取り付けを行っていくんですけれども、まず純正のバーエンドの取り外しから行っていきます。はい、じゃあ純正のバーエンド取り外すんですけれども、ちょっと構造上の問題で非常に正直外しづらい、皆さんも逆にご存知かもしれないんですけれども、もうこちらペンチで掴んでもう1名補助いただいて押さえておかないと外れない場合もありますので、もしかしたら2人で作業しないと外せないかもしれません。今撮影ですので先に取り外しして緩めてありますので、ちょっと簡単に外れちゃうんですけれども、外すこと自体はネジ1本の構造になっておりますので、緩めて外すだけ、これで取り外しは終わります。ではエバテックのバーエンドの取り付けに移ります。スライダートップ、スライダーベースですね、こちらも差し込んで先に組み立ててしまって大丈夫です。次にホンダの取り付けカラーセットの中に入っているボルトですね、これ先に通してしまってください。でボルト落ちないように押さえていただいて、 M6 のこの変換スペーサーですね、これをスライダーベースの中に入れてあげてください。そして取り付けカラーですね、先端がこれ半月状になっているんですけれども、半月状になっている方がハンドルの中に行きますので、この向きで差し込んであげて、で車体の中にですね、この半月状のところで回り止めみたいな形で相手部品も半月状になってますので、これの切り欠きが合うように見ながら差し込んでいただいて、本締めを行うだけです。はい、もうこれだけで取り付けができますので、非常に簡単に交換はできますので、ぜひワンポイントでですね、エバテックのバーエンドスライダーお買い求めください。はい、こちらで取り付け、左側の説明を今したんですけれども、右側アクセル側もですね、基本的に同じになっております。で、今回ですね、ホンダの取り付けカラーセットを使って、CT125 に取り付けたんですけれども、基本的に汎用品になっておりますので、同じ形状で取り付けできるですね、ホンダ、ヤマハ、スズキ、川崎、あと KTM、ハスクバーナー用ですね、こちらのカラーセットを販売しておりますので、全部で大まかに5メーカーですね、こちら適合する車両かなり幅広くラインナップしておりますので、ぜひお買い求めください。他にもですね、CT125 中心にエバテックですね、たくさんのパーツを販売しておりますので、ぜひ貢献チャンネルですね、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。